ごめん、待たせたかな。うん、わかった。そういえば、父さんに送るプレゼントの手配は済んだ。そっか、ありがとう。父さんが好きそうなものを選んだつもりだけど、喜んでもらえるかな。数式。父さんがどうしてそんなものを稲見に。ああ、そういうことか。わかった。任せてよ。これは…この内容を見る限り、あの本が参考になるかもしれない。一番ポピュラーな解き方を使うか。いや、でも…溶けた。わかった。本当は家で渡すべきなんだろうけど、今日は帰れないかもしれないそうだし、迷惑にならないよう受付にプレゼントを預けて帰ろう。それにしても、父さんはともかく、どうして稲見までいなかったんだ。昨日送った答えが合っていたか聞きたかったんだけど。仕方ないな。まさか。父さん、私は。